サイン・アウグスト・セサル・サンディーノは、ニカラグアの革命家で、1927年から1933年に、かけての中ニカラグア・アメリカ海兵隊に対する抵抗運動の指導者。政治的な理由により、アメリカ政府からは、盗賊とみなされたが、その功績は彼を、ラテン・アメリカナショナリズムの英雄とした、自由な人々の将軍とも呼ばれた。 彼は、キューバのホセ・マルティア・ウルグアイのホセ・エンリケロドーが認めて、以来くすぶっていた、アングロ・アメリカとは異なるラテンアメリカの精神的な価値を体現する存在として、ラテンアメリカにおけるアメリカ合衆国の支配に対する抵抗運動のシンボルとなった。サンディーノは、ニカラグア民族主権防衛軍を組織し、アメリカ軍を不正規ゲリラ戦に引きずり込み、その捕獲の手からうまく逃げうせ、 最終的にはアメリカ軍に撤退を強いて、ニカラグア政府からも著しい情報を得た。しかしながら彼は1934年に、ニカラグア国家警備隊司令官のアナスタ氏を、ソモサガルシア将軍によって殺害される。しかし、彼の意志はサンディニスタ民族解放戦線に引き継がれ、1979年にニカラグアを親子三代にわたって支配していた。 そもそも独裁政権は打倒された。サンディーノは、アウグスト・ニコラス・カルデロン・サンディーノとして、太平洋側マサヤ県の乾村に機能もで白人の、中規模コーヒー地主のドン・グレゴリオ・サンディーノと、その農場で働いていたインディオの女中、マルガリータ・カルデロンの間に、死生児として生まれた。後に、グレゴリオが結婚するとアウグストを正式に自分の息子だと認知し、 サンディーノは9歳まで母親と共に暮らした後、父親と家族の家に移り住んだ。当時のニカラグアでは、ウォーカー戦争以前から対立し、時折内戦を起こしていた自由党派と保守党派が、年ごとに分かれて激しく対立していたが、ドン・グレゴリオは熱心な自由党派であり、サンディーノも父親の影響を受けて自らも自由党派を名乗り、後に、 五賢戦争が始まった時は自由党軍の将軍として参戦する。サンディーノは死生児だったが、グレゴリオから長男としての扱いを受け、当時それなりの知識人であった父親の書斎にあった本をよく読み、学んだ。ローマ帝国史の本を読んで、自分の名前のシーはカルデロンではなくセサルだったということにしたのもこの頃である。ニカラグアの工業学校に通った後に、 コスタリカで技能校として働いていたが、1921年にニカラグアに戻ってきた時に、彼は酒場で酒を飲んでいた時に酔った勢いで刃物を取り出し、著名な保守党派の息子タゴベルトリバスの暗殺を試みてしまった。当然ニカラグアにいられなくなったサンディーノは、その後ホンジュラス、グアテマラに逃亡し、結局メキシコに逃れる。そしてメキシコで彼は、 タンピコの港近くにあるスタンダードオイルの生成所で働くことになった。タンピコでは模範的な労働者として働き、妻子を養えるほどの収入を得ていた。この時に労働葬儀を行うメキシコ人労働者の態度や無政府主義、共産主義などの様々な思想の影響を受けてサンディーノの人格形成に大きな影響を与えた。また、 サンディーノが高年西部劇のガンマンのような服装をしていたのは、この時油田に出入りしていたテキサス人の上司の服装を真似したためと言われている。ここでのサンディーノの生活は順調なものだったが、メキシコ人労働者にニカラグア人であることをなじられたことは大きな屈辱であり、これも厚生愛国者としての意識が芽生えるきっかけになったようである。 父親のドン・グレゴリオから自由党のフアン・マリア・モンカーダ将軍が保守党のディアス政権に対し放棄し、五憲戦争が始まったことを伝える手紙を受け取ると、サンディーノは急いでニカラグアに帰国した。抵抗戦争の成功に伴い、コミンテルンはサンディーノに対する支援を開始した。コミンテルン南米支部の監督下にあったパンアメリカ反帝国主義者同盟が彼を支持する。 声明を何度も発表し、この組織とアメリカ共産党が合衆国の介入に対する反対集会を組織した。サンディーノの腹違いの弟でニューヨークに住んでいたソクラテスがこれらの集会で演説している。中華民国では北伐を行う中でアメリカ海兵隊と衝突していた国民党が海兵隊と戦うサンディーノの名を冠したサンディーノ、旅団という部隊を編成している。 ありがとうございます。